はい、今回はこれですね。これはもともとはトレード新というかものでしてね、で私のファンの人の中で今は今はどうしているのかもう分かんないですけど、スカイライン5以上の時にあれだったんですね。ある人からね、いただいたんですよね。でその人が非常にその車が好きでね、でその当時高校生ぐらいだったのかな、今は多分もう大学生ぐらいの年代の方になるのかなと思うんだけども、まあその人がまああれだね、今はねどうしてるかわかんないけど、昔そうですよ、サバンナさんっていうのが方がいて、でそのサバンナさんが、あれだね、くださったものですね。まあそういった思い出のあるもので、今でもこれは扱っておる、所有しておりますけども、まああの方も結構ねその車も好きだったしね、まあ主にスポーツカーとかが好きで、 RX7 の、まああれもマニアックな車なんだけど、初代の RX7 が好きだったんですね。で、あの方は結構そのスポーツカーとかそういったものも結構所有 しててね、結構ミニカーたくさんあったんですよ。で、それでどっちかっていうと、まあ年代に合わないって言ったら失礼かもしれないけども、まあどっちかっていうと明らかにその方が生まれてない時代であろう、まあ昭和の車っていうか、それが結構知ってたんですね。例えばルーチェだとか、アコードだったりとかプレリュードとか、まあその頃の時代のクラウンとか結構知ってたんですね。でその頃の時代の車がなんか興味があったらしいんですよ。70年代から80年代ぐらいの車が好きで、でそれらを結構集めてたらしいんだけど、まあそのサバンナさんがね、まあ私のこうファンで言ってくださった方がいて、でその人がねくださったんですよね。なんか何と取れる人かもう忘れちゃったけど、くれて、それがもうこれ、その人が言うにはもうこれかなり貴重なもので、もうシボレーブレイザーなんだけど、シボレーブレイザーのまあ道路公団なんだけどね、もうかなりもう古くて、それこそ昭和の1980年代ぐらいだから、50年代ぐらいに発売されてたらしいんですよ。でまあサバナさんがこれ中古で買ったのか新車で買ったのかは分かんないけど、多分年代的におそらくはそのお兄さんがいたとすればお兄さんなのか、あるいはお父さんなのかは分からないけども、多分そういう方たちがおそらく持って所有していて、でそれをまあサバンナさんが幼少期の時からそれを遊んでいたんじゃないかな。確かなんかこういうそういう系で話されてたと思うんですよね。でそれを私に、まあ、そんな大事なものをね私にくださってもらっていいんですかっていう感じだったんです、聞いてるんですけど、まあそれは、まあ、尊敬してくださったっていうか、非常にその自分の人生の目標だったっていうことがあってね、まあ非常にありがたかったので、まあ、それをこうもらったんですね。ただ当時ね、今みたいにこのスティーサムさんだとかアルクさんとかみたいに、その、なんていうのかな。ねえ、その、ネイさんとかアヤナさんたちのように、その発達障害ってことをうまく言えて、で、しかもその、なんていうの、そういう発達障害がありますよっていうことをこうアピールできればよかったんだけど、まあ当時は、まだそういう人たちもまだ世に出てくる前の時代で、で自分もその発達障害っていうのが何なんだっていうこともよく分かってなかったので、なおさら下手くそだったんですね。だからまあしどりが非常にちょっとこうそういったことをこうね、その当時の人たちに言えなかったっていうのは、まあ何回かこう知的がありますよってことは言ったんだけど、まだ発達障害っていうのもまだその時もテレビでねやり始めたばっかだったから、
うまく言えなかったんですよ。でもしかしたらこれは自分だけじゃないのかとかって思ったことも何回もあったからね。ただまあそういうことがありまして、でもまあ今とすればね、いい思い出でございましたし、今サバンナさんがどこで何を活躍されているのかはまあそれはわからないですけども、ただそういうわけで自分は発達と知的がありますけども、まあ人の出会いっていうのはね、生涯忘れることはないし、たとえ自分が世に行って無の魂の世界に入って帰っていったとしても忘れることはないですね。うん、これはそういう、ね、熱心なファンの方がいて、まあその人の中の一人の、まあ、サバンナさんという人がくださったものですから、まあこれは大事に取っておこうかなというふうにね思います。まあなかなかね、何しろだって昭和の時代から受け継いできたものですから、これがなかなかいいんですね。で確かにそので随分気に入ったデザインのものになると思いますよって言ってたの、その通りでね、結構ね青いガラスでいいなっていうか、なかなか青いガラスのミニカーってなかなか探してみてないもんでね、でそれがこうあったもんですから、まあ非常にいいなっていう感じで、なかなか良かったですね。というわけでどうもありがとうございました。